平井博明のワンナップゴルフ。皆様こんにちは。本日は柏高島園にご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりトーナメントプレイヤー平井博明プロによるゴルフトークイベントを開催いたします。今回記録動画を撮影しております。お客様のお顔が映らないように撮影いたしますので、どうかご了承くださいませ。また平井プロのご好意によりまして写真撮影は可能でございます。動画の撮影はご遠慮いただいておりますのでご了承くださいませ。平井プロ本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回平井博明プロのプロフィールをですね簡単にご紹介させていただきます。平井プロは1983年、11月7日生まれの38歳です。中学1年生の時から、プロを目指され、学生時代、部活動にて腕を磨き、単身で3年間のゴルフ留学を経て2009年、プロテストを合格されております。2015年、太平洋クラブチャレンジトーナメントで優勝。2019年に競技ゴルフを引退されまして現在レッスンや YouTube を通してゴルフの楽しさを学んでいらっしゃいます。それでは平井プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして平井博明です。よろしくお願いいたします。はい、本日まずですね、このようなイベントを開催していただきました高島屋様、それから、お集まりいただいたお客様、誠にありがとうございます。でいろいろゴルフのお話をさせていただこうと思うんですが、それよりも多分お客様の方が、何かご質問だったりとかですね、ゴルフに対してのお悩みなどありましたら、それについて自分が答えた方が多分いいかなと思いまして、で何かいい質問がございましたらその中で自分の中からアドバイスというかポイントもいくつか、何かアドバイスとなればと思ってちょっと話していきたいと思います。まず何かありますか、ゴルフでちょっとお悩みというかこういうことを知りたいとかですね、今こういうことに悩んでるとかって何かありますか。どうぞ。はい、ランナー中にですね、はい、スイングしててこうテイクバックが取れないうちに振っちゃうことがあるんですね。はい、余裕を持ってですね、はい、テイクバックするにはどうしたらいいかっていうことを聞きたいんです。なるほど。はい、ですね、今すごくいいご質問ですね。要はバックスイングを上げて切り返しが速くなるっていう感じのニュアンスでよろしいですかね。はい、で確かにそうなんです。タイミングがスイングのタイミングが速くなると出るミスというのはすごい多いです。例えばフェアウェイウッドでしたらチョロが出たりとか、ドライバーですと右左両方出ます。アイアンだと、ダフリーが出たりとかってするんですけども、バックスイングが上がりきる前に切り返してしまうんでしたらその切り返しが速いタイミングを自分から作って打ってあげた方がいいんですよ。要はその切り返しが速くなるタイミングが多分ご自身が打ちたい本当のタイミングなので、それをいやゆっくりじゃなきゃダメなんだよって言ってゆっくり上げようとしてやっぱり自分のタイミングで速く打つんでミスショットをしてしまうんですね。なので速くなるんであれば速くなるタイミングを自分から作って打ってあげるとそれは速いタイミングにはならないんです。なので切り返しが速くなる方でしたら早いタイミングを頭の中でイメージして切り返しをわざと早くして打っていただくと実際の行動と自分の頭の中と一致しますので、それだけでミスって簡単に減ってくるんですね。なので自分でタイミングを変えるということもすごい大事ですので、ぜひやっていただきたいポイントの一つになります。あとはタイミングが早いっていうことはクラブがそれだけ早く動きますよね。なのでウエイトの軽いクラブもしくはヘッドバランスの軽いクラブを選択していただいた方がいいです。はい、なのであまりこう重いクラブを使ってしまうとどっちかというとこう体を左右に揺さぶってゆったりなリズムを使って打つタイプの方に合うクラブが重いクラブなんですけども、タイミングが速くなる方はなるべく軽め軽めのクラブを使っていただいた方がいいですね。はい、他に何かありますか、お悩み。この前ですね、はい、寒い日に行ってですね、はい、先週かな、朝焼きのティーショットがこうよく振れなくて、はい、右の方にこうヒューって行っちゃったんですが、はい、3ホール目くらいがまっすぐ飛ぶようになったんですが、はい、最初のティーショットのやり方ですね、はい、なるほどです。朝一でその、ヘアウェイキープですとか、そこそこいい球を打ちたいっていうのは結構それプロゴルファーでも知りたいネタなんですよ。すごいそのプロでも答えがなかなか出てこないポイントなんですけども、夏と冬で
違うんですよ。ただアマチュアの方のナイスボールって常に頭の中って夏なんですよ。夏の緑のフェアウェイで一番体が動いてる時の印象しか頭にないんですよ。なのでそこから上着を何枚着て気温が何度下がってどれだけ練習量が減ってその中で同じ球が打てるかってことなんですね。それは多分不可能に近いんですよ。なので冬は冬のゴルフをしないといけないんです。ただ夏よりも体がもちろん動かないです。で動かないとクラブを操作しきれるスピードってなかなかスピードとして上がってこないので上着1枚着るとヘッドスピードって 2,3 落ちるんですよ。それが多分冬だと 2,3 枚着ますよね。そうするとすごいヘッドスピードって落ちてくるんですよ。それで体の動くタイミング速さと頭の中のイメージとギャップがすごい出ますよね。それでミスショットって出るのでやっぱり冬は冬で飛距離も20ヤードぐらいは落ちます。はい、20ヤードぐらい落ちてその中でじゃあ自分の飛距離が200ヤードだとしたら180ヤードに頭の中を切り替えてその180ヤードを打つスピードでクラブをドライバーを振ってるかどうかがポイントなんです。でどうしても結果が180ヤードで飛ばしたい距離が200ヤードだと200ヤードのそこでギャップが生まれるんですね。そうすると力みになるんですよ。で力みになってくるともちろんボールって当たんなくなってきますのでそこが頭の中がうまくいい時とその夏のいい時と冬のオフシーズンとで切り替えられるだけでゴルフのスタイルっていうのは変わってきますので今その現状ですよね。自分がその体がどれぐらい動いて練習量がどれぐらいかっていうことも大事になってくるんです。はい、なのでやっぱり週1回ですとか2週に1回ぐらいの例えば練習量ですとなかなかこう朝一いきなりバンってナイスショットっていうのは出づらいですね。僕の感覚で言いますと100日連続ラウンド行って朝一ヘアウェイ行くのが多分 2,3 発しかないです。それぐらい難しいことです。それはプロゴルファーですら朝一あんだけ準備をして朝一ヘアウェイ行くかどうかがわからないぐらいなので朝一ズバーンとヘアウェイ真っ二つに割れるっていうのはなかなかその普段の準備がやっぱ大事になってくるんですよね。はい、なんでそのまあ悪い意味じゃないですけどもちょっと諦めを入れていただいて、まあ、これぐらい次セカンドショット打てるところにあれば80点以上という意識を持っていただくだけで気持ちが楽になるんで、あとはどうしてもその朝一に当てようとするとタイミングとスピードっていうのがすごい急いでしまうんですね。それはさっきと同じことになっちゃうのでなるべくこう大きいゆったりなスイングを心がけて打つか、それとも朝一はもう速くなる前提で自分から速いタイミングで打ってあげることも重要なのでそれも試していただきたいポイントの一つになります。はい、ちょっとそれ今後ちょっと練習場でわざとやってみるっていうことも大事なのでちょっと練習で取り入れてやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、他に何かご質問ある方っていらっしゃいます？どうぞ。はい、この頃飛距離がすごく落ちて、はい、本当に10ヤード20ヤードって打ってるんで、はい、その飛距離の止まり方を教えてください。はい、そうですね、飛距離はもちろんそれもプロゴルファーですら飛距離もちろん飛ばしたいのでポイントとしていくつか、まあ、自分なんかプロなんかやってることをちょっと言っていきたいんですけども、お客さん右手と左手でどっちに力を入れて打ってます？左手で打つときにボールって必ず要は自分の力あとはボールを遠くに飛ばすときに引いた方が飛ぶのか押した方が飛ぶのかどちらのイメージありますか？押した方が飛びますよね。そうなんです。でもお客様左ですよね。ボールの位置がここにあって左腕っていうのはボールの左側にありますよね。なのでこの位置で構えてボールを押すって言ったらこうしないと押せないんですよ。こうは打たないですよね。この向きで構えてるんで引くことしかできないですよ。
左手リードっていうのは。なのでボールを遠くに飛ばすんであれば右手でボールの要は後ろにあるものを使ってボールの後ろから力を加えてあげられないと飛距離っていうのは出ないんです。はい、ボールを飛ばしたいっていう時にだいたい曲がる方が多いんですよ。で曲がる方の共通点っていうのは飛ばしたいのにクラブ動かさないで体動かすんですよ、こうやって。これ一番多いんですよ。はい、何を振らなきゃいけないかって言ったらクラブを振らなきゃいけないんです。まずクラブが振って初めてボールが飛んでくのにだいたいこうやって腰振るんですよね。それでクラブが遅れてボールが右に飛んでいく。だから振れば振るほどボールが曲がるんで飛ばしたい時ほど力を抜いてって言うんですよ。でも例えば今ボールを投げて10メーターボールが飛びました。11メーター飛ばすのに今10メーター投げた力よりも弱くして飛ぶわけがないんですよ。飛ばすからには必ず力まなきゃいけないんです。力むんですけどその力み方、上げた瞬間からフィニッシュまで力んでれば力みじゃないんですよ。たださっき言ったように上げて飛ばすって言って切り返しの時に力むんで力みになるんですね。瞬間的な力を加えれば加えるほどもちろん力みになるんです。なのでゆっくり上げて飛ばしたいからって言ってガンって切り返すと体だけ回っちゃうんですね。だからそれが原因なんです。なんで右手で上げて右手で下ろしてフィニッシュを取るこの動作っていうのが飛ばしに一番必要なんです。クラブを振るって言った時にどこを動かすかって言ったらリストなんですよ。リストがちゃんとこうやって動いていれば体を動かしてなくてもクラブってこれだけ動くんですね。でも体を動かしたらクラブってこれしか動かないんですよ。なんで一番飛ばしに早いのは要は手打ちなんですよ。手打ちじゃないとクラブって一番動かないですね。手首リストを使って特に右手です。右手のリストを使ってヘッドをボールにぶつけていかないと飛距離っていうのは出ないんです。やってます？やってないですよね。そう、どちらかというと世間一般では手打ちはダメ、体を回せ、頭を残せ、これ全部間違いだと思うんです僕は。間違いとまでは言わないですけどあまりそれを自分から率先してやらない方がいいんですよ。頭は勝手に残るものなんで、なんで自分から頭を残すと体が回らなくなるんですね。体が回らなくなると加速してるところでブレーキかけてるのと一緒なんでヘッドスピードが出ないんですよ。なんでそこが難しいとこなんですけど、あとは体を回すって言ったら戻すことをちゃんとしてるかどうかなんですよ。でも体回したらバックスイングはもっと肩回さなきゃダメ、体回さなきゃダメって言って回したら終わりにしてる方が多いんですね。でそうするとボールって右に飛んでくんですよ。自分の打ちたいラインが今まっすぐここ向いてますよね。バックスイングを取るとこのターゲットラインがこうやって右に変わりますよね。右向くんで、そうするとこのまま振ったらボールって右に飛んでくんですよ。向こうに打ちたいのにバックスイングでターゲットラインが右に変わるんで右に飛んでく。それを戻してまっすぐになった時にボールに当たった時に初めてナイスショットが出るんですよ。でもそれを戻そうとしないでここで右向いたままこうやって頭残してこうやって振ったら右にしか飛んでいかないですね。結構やりますよね。はい、なんでこれがちゃんとできているかどうかっていうのもポイントなんです。なので飛距離を出したいっていう時はヘッドが一番動いてないと飛距離が出ないんですね。手元じゃないんです。はい、ヘッドが動いてヘッドを戻してあげて右手の力でボールにどれだけの力を加えられてるかっていうのがポイントなので、それをまあ力んであげられることが大事なんで、それをボールにぶつけてあげることですよね。それをやってあげた方がいいですね。はい、他に何かあります？いろいろあったらどんどん言っていただきたいと思うんですけど、多分答えられない質問はないと思います。はい、はい、ドライバーで打つときに、はい、頭が動いてしまう。頭が動いてしまう、はい、それを動かさないようにするどういうめちゃくちゃいい質問じゃないですか。めちゃくちゃいい質問です。頭を動かすんだったら動かしてあげた方がいいんですよ。止めようとするんで動くっていうことが間違いだと思っちゃうんですよね。上下動するみたいな。いいんですよ、僕めちゃくちゃ上下動しますから。はい、でもプロゴルファーになれたんで大丈夫です。はい、頭の動きっていうのは前後左右上下全部 OK なんですよ。で
頭が動いちゃダメってよく言うんですけど、頭を動かしてこうやってタイミング取る人がいるんですよ。こうやってそれがなくなると打てなくなるんですよ。気持ち悪くないですか、それ止めて打ったら。なんかうまく動けなくないですか。動かさない時にナイスショットが出る。それって例えばご自身の振りたいスピードでちゃんと打ててるのか、それとも動かないように全ての動作をセーブして打ってるのかにもよるんですけども、気持ちよく自分の打ちたいスピードで振った時にどうなるかが一番大事なんですよ。それをご自身が分かってると、いや本当は動くんだよね、本当は止まるんだよねっていうのが分かってくるんですけど、ゴルフのスイングはこうだからっていうのが先に入ってくると自分の動きたい動きができなくなるんですよ。だ本当はレッスンなんかなくなった方がいいんですよ。本当に自分の動きたいように動いたショットが一番自分のショットに近いんですよ。でも大体好きですよね、 YouTube 雑誌とか誰かに教わったとか、そうやって自分がスイングしてないのにスイングはこうですってなんかやること多いですよ。頭はさっきも言いました、頭を残さなきゃいけないとか、いろいろこう決まり事が先に入ってきちゃって、本当はこうやって動きたいんだよねっていうのがなかなかできない場合が多いですね。なんで頭が動く、僕ちなみに構えたとこよりもインパクトで頭半分下がるんですよ。それでもナイスショットは打てるんです。それでタイミングを取ってるだけなんで、例えばそれが左右に動く人もいるんですよ。頭一個ずつ左右にこうやって動かしながら揺さぶって打つ人もいるので、そう正解不正解じゃないんですよね。その方に合っていれば正解で、合っていなければ不正解になるだけなんで、そのこと自体に丸×はつけられないんですよ。なんで僕はあまり気にしない方がいいですねっていうことが言いたいですね。はい。なんでご自身が振りたいスピードで振った時にどうなってるかっていうのをできれば動画で撮っていただいて、それで動くんであれば動いた方がいいんですよ。動いたことを気にしない方がいいので、なんであんまりこう止まってっていうと、止まる動作っていうのは全てにブレーキをかけないと止まらないので、例えばヘッドスピード女性38の方がいたら多分35、6ぐらいで落として振らないと止まることができない、止められないので、ちょっともったいないかなっていう気もしちゃうんですよね。はい。なんでできればその振りたいスピードで振った時にどうなるかっていう結果を映像として見ることも大事なんで、それちょっとポイントですね、やってみること。はい。他何かあります？いや、いっぱいやるんだっていっぱい言ってみましょう、言ってみましょう。はい。パター、はい。練習方法、あ、そうですね、パターの練習方法いいのは、まっすぐの 1.5 メーターをひたすら打つことがパターで一番いい練習なんですよ。 1.5 メーター、できればそう、こうやってパターマットみたいに最後こう登ってますよね、こういうパターマットの 1.5 メーターぐらい、この辺ぐらいからずっと打つ練習っていうのがすごい大事なんですよ。パターの2メーターはいらないですね、 1.5 メーターぐらい。それなぜかというと、こう日本アメリカ問わず 1.5 メーター以上になってくるとプロでも確率ってガクッと下がるんですよ。 1.5 メーター以内になってくると確率ってすごい上がるんで、その 1.5 メーターをずっと打ち続けることがすごい大事なんですよ。で、下りと切れるラインっていうのは感覚でしかないんですよ。なのであまり練習する必要はないので、それでも下りとフックスライスは感覚なんで、さっきのその1メーターの上りが打ててれば、ラインが読めればそこに打てれば入るんで、とにかくまっすぐっていうのが打てないといけないですね。で、なんでまっすぐがいいかっていうと、まっすぐが一番入る確率が低いんですよ。180度しか入らないので、曲がるラインっていうのは270度入れられるんですよ。90度の範囲しか入らないんですけど、例えばフックラインだったら。でもまっすぐのラインって180しか入らないので、一番入る確率が少ないのがまっすぐのラインなんですよ。それを普段から練習するだけで全然違うので、その練習めちゃくちゃいいですね。はい。例えばパターマットがお家にない方もいらっしゃると思うんです。で、そういう場合はペットボトルとか置いていただいて打っていただくんですけども、そのペットボトルに当てる練習方法のポイントとしては、だいたいそのカップに入る方向にボールが向かってきたら、必ず向こうから打ってきて半分に切った前に必ずボールって跳ね返るんですよ。例えば斜めでも。でも
くるんって蹴られたりカップに入らない時っていうのは必ずこのペットボトルの後ろにボールが通過するんですよ。それをお家で判断できると思うんで、なるべく真ん中よりも前に戻ってくる方向だったらカップインはしてますよっていう判断でいいと思うんですね。なんで家でペットボトルで打つ場合はそういう練習方法、あと結果のこう入る入らないっていうのはそういう判断でいいと思うんですね。はい、あと何かございますか。どんどん質問あれば。バンカーがうまく出ないんですけど、はい、バンカー、はい、ちょっと砂持ってきて砂バンカーはですね、飛びすぎちゃいます、それとももう一回バンカー、もう一回バンカー、低いんです、出方が低い、低いから、はい、もうギリギリ壁に当たって、ね、なるほど。ロフトは何度のクラブ使ってますか。サンドウェッジ56とか、まあ普通にまあ S って書いてあるやつだと思うんですけど、バンカーって開きます、まっすぐ構えます、開くようにしたんですけど、はい、それでも出ない、なかなか出ないですか。あのバンカーってボールの位置がめちゃくちゃ大事なんですよ。バンカーのボールの位置はヘッドが自分の真ん中に来てヘッドの位置にボールを合わせるんで、ボールの位置は真ん中よりボール1個左です。これがまあ基本の正しい位置。これは開いても閉じてもまあ、真っすぐでも変わらないです。一緒の位置なので、これはもうずっと多分変わらない位置なんですよね。でこの位置に構えていただいて、よくフェースを開いたらスタンスをオープンにする方いらっしゃるんですけど、オープンにする意味って全くないんですよ。はい、そのフェースを開いたから右に飛んでいくっていうのは内角が立った時だけなんで、手の位置が変わらないでフェース開いてもこれ右には飛んでいかないですね。これが例えばアイアンとかドライバーで開くんだったら話は別なんですよ、右に飛んでいくんで。ただウエッジの場合は特にバンカーですね、フェース面に砂を噛むんですよ、砂を噛むん でしかも空中に浮いてる時間がフルショットより短いですよね。すぐポンと落ちるので右に曲がってる時間がないんですよ。なのでフェースを開いてもスタンスをオープンにして、そもそもクラブの振る方向ってスタンス方向なんで、左オープンにして左に向いて左に振ったら左飛んでっちゃうんですよ。これで例えばターゲットラインがここにあってオープンスタンスにしてターゲット方向にこうやって振ってったら、インサイドアウトにこうやってクラブを出してるのと一緒なんで、ダフりすぎちゃう、砂を多く取りすぎちゃうんで出ないっていう球が出ちゃうんですね。バンカーから出しづらくなっちゃうんです。なんでこのボールポジションとスタンス方向さえ間違えなければ、振り方はある程度そのまあ適当というか普通に振ってればバンカーっていうのは出るんです。でよく多いのがバンカー短く持っちゃう人いるんですよ。短くは持ってないですか、大丈夫ですか。普通のポジションで持ってます。はい、出ないよって言われて、そうなんですよ。バンカーってインパクトの衝撃が全ショットの中で一番強いんですよ。衝撃が自分に来るショットなので、その中で短く持ったらヘッドバランスが全然ボールに伝わらないんですね。軽くなっちゃうので、短く持つ状況でしたら、例えばこういうところでこう当たっちゃうとかって言って、あの短く持たないと振れない状況であれば短く持った方がいいんですけど、普通にクラブを振れる状況でしたら絶対フルショットの方がいいんですよ。衝撃が強ければ強いほど優しいので、バンカーショットは、まあ、アプローチもそうですけど短く持たない方がおすすめですね。はい、であとはもちろんバンカーショットで一番多いのは、ここまで振れよって言われてここで終わっちゃう人が多いんですよ。昨日も僕たまたまレッスンだったんですけど、同じ方がいらっしゃったんですよ。でその方も打ってここで止まっちゃうんですね。なんでドライバーと同じぐらいフィニッシュ取ってくださいね、はい分かりましたっつって打った次がこれなんですよ。もうこうなっちゃうともう出ないんですよね。なかなかやっぱり振り上げる力で打たないとバンカーっていうのはボールが飛んでかないので、できればフィニッシュを大きめに取ってあげる。だからそうイメージとしてはドライバーのショットのスローモーションをサンドウェッジで打つイメージなんですよ。それぐらい大きく振らないと、特に開く方でしたらなかなかボールっていうのは前に飛んでいかないので、大きいスイングで遠くに飛ばしてあげる。それはスピードはいらないんです。大きさだけでいいので、スピードはご自身の振りたいスピードでいいと思うんです。できればこうちっちゃく早くがバンカーって一番良くないので、なるべくゆっくり大きく振ってあげるイメージを持ってあげた方がいいですね。はい、
あとは何かありますか、お悩み。初心者なんですけど、はい、家でできる練習方法、はい、はい、教えていただきたい。これ何か施術とかで、はい、鍛えたらいいやり方とかも教えていただけたら。まず一つ、うちわですね。うちわを持っていただいて、これうちわだとしたら、ゴルフも、まあ、テニスとか卓球と一緒で面を意識しなきゃいけないんですよ。その面を必ずターゲットに対して垂直になっている位置ですね、まずそこで構えます。まあ、うちわだったらこうですよね、まっすぐこうやって構えて、でこのうちわがスイング中に絶対にスイングの時って地面と垂直になってるんですよ。どこにあるにしてもこうやってこうやってスイング中に右手のひらっていうのは必ず垂直になるんですよ。でもドライバーが苦手、曲がってしまう、例えばヘアウェイ打ってるチョロトップが出てしまうっていう方っていうのはこれが寝るんですよ。こうやってこうやってボールを切っちゃう、こういう動きになっちゃうんで、面が必ず垂直に動いてたらそういう動きにはなんないですね。なんで、まあ、うちわでも何でもいいんですけども、面を意識できるものを持ってずっと右手を動かしてあげるんですよ。そうするともちろんスピードはいらないので、その方向のチェックですね、向きのチェックをしていただいて、その右手のひらのスイング中の向きを全てチェックしてあげる、これが一番いい練習方法です。それは方向性の練習です。方向性の練習、ボールをまっすぐ飛ばすための要はフェースコントロールなんですよ。それを右手で行う作業をゆっくりでもいいんで、まあ、お家の中でやっていただく。あとはそれがまあコントロールなんですけど、次にやっぱり課題として飛ばしたいですよね、飛距離を出したい。その時にこれ今ちょうどいいんですけど、これぐらい短いものでもまっすぐ地面と平行に腕を伸ばして45度に倒すんですよ。45度ぐらいに倒して、この角度をキープしたまま右と左に振るんですよ、こうやって。そうするとドライバーが当たらない人、スライス出る人、右行く人っていうのはこれを右から左に回した時にクラブがこっちに倒れるんですよ、こうやって。この勢いよく自分が振りたいスピードで振った時にこうやって倒れる動作が多ければ多いほど右に行くんです。これを倒れないようにどうするかなんですよ。そもそも飛ばしを諦めてこの倒れる動作を倒れないようにゆっくりなスピードに動かすのか、でもやっぱり飛ばしたいよっていうんであれば倒れないように前に倒すしかないんですよ。今こうやってやってる時に倒れないように前に倒す、でもインパクトの時はどうやるかって言ったら右手を使って前に出すしかないですよね。その動きをインパクトの時に取り入れてるかどうかなんですよ。それが要は飛ばしの練習でも、家の中でクラブ振れないんでこういうちょっと短めのものでもいいんで、このまま斜め45度に倒して、これが振った時にこう倒れないように、これをこの角度をキープしたまま左に運ぶ練習っていうのが家の中でできるコントロールと飛ばしの練習になるんです。この2つはめちゃくちゃいい練習なのでやっていただいた方がですね。あとはそのお風呂ゆっくり浸かる方でしたら、膝と膝の間にこうやって手首挟んでこうやってやって手首を鍛えるんですよ。そうです、こうやってやってこうやってずっとこうやってるんですよ。そうすると手首鍛えられるんですよ。手首ってここなの知ってました？手首って使ったらここなんですよ。ここが強くないと手首って使えないですよ。ここをちょっと軽く握ってこうやってやった時にここコリコリ動きますよね。手首ってここなんですよ。みんな手首ここだと思ってますよね。手首ここなんですよ。そう、ここを使ってあげるとインパクトの時にインパクト負けをしないんですよ。当たった時に30センチのパターでもインパクト負けするんですよ。お先って言って外れた経験ないですか？ありますよね。そうなんですよ。あれはグリップが緩かったり、当たり負けをするグリップの強さで握っちゃうと、お先って言って芯外れたらクリンってなって外れちゃったりするんです。はい。なんでグリップっていうのは必ずしっかり握ってあげてないとダメです。ちなみにグリップの強さ10段階でどれぐらいで握ってます？多分生卵が潰れないようにとか、ヒナがこうちゃんとこう中で遊べるようにとかってよく習ったことあるんですけど、10段階で言ったら8ぐらいですよね。8ぐらいでは握ってあげた方がいいです。
はい、なんでしっかりクラブがこう握った時にこうやって握って誰かにこうやってグリンってやられた時に動いちゃうようだとインパクト負けするんですよ。同じ原理なので、なんでこうやって握って誰かにこうグリッて動かされても、いや全然動かないよ、グリップの中で遊びがないよっていうぐらいじゃないと、しっかり振った時にはちゃんとまっすぐの結果っていうのが出てこないので、その辺は気をつけていただきたいポイントになります。あとじゃあちょっと僕の方からいくつかお話しさせてもらいますと、クラブ選びとかギア選びで悩んだことはないですか？何が買った方がいいんだろう、何使った方がいいんだろうってありますよね。結構ゼクシオがいいですよ本当に。ゼクシオがいいです。あの何がいいかってやっぱりフルチタンのヘッドがいいんですよ。で今コンポジットって言って上がカーボンで下がまあ金属チタンとかでできているクラブが多いんですけども、それなんで良くないかっていうと、スピン量が足らなすぎるですよ。スピン量が少ないので、まず可能性としては右に飛んでいく可能性が一番高いです。で印象としては難しい、球が上がらないんで、で上げに行くんでミスをするんですよ。そういうクラブって最近すごい多くて、ただフルチタンっていうのはちょっと難しい問題になっちゃうんですけど、重心が上に取られてるんで、上が重ければ重いほどボールっていうのは浮いていくんですね。で今のクラブって上がカーボンなんで重心が下にあるんですよ。下にあるクラブっていうのはボールって上に飛んでいかないんですよ。ずっと低い球を打つ。それはそのシャフトだったり、素材ボールもそうですけども良くなってきてるんで、スピン量が入るようになってるんで、ヘッド自体のスピンを減らして高打ち出し角ロースピンで要はボールを飛ばすっていうことに今理論が変わってきてるんですけども、それを使いこなせる方が少ないんですよ。それはクラブの進化だけずっと先を行って、人間の進化っていうのはプロゴルファー含めなかなかそこまで追いついていないっていうのが現状なんですね。すごいこう、いやこういうものがいいよ、確かにいいんですけども、ヘッドスピードが50近い方じゃないと使いこなせないクラブが今多いですよ。なんですごいものとしては難しいので、こういうふうにこうフェイス圧がこうあまり厚くないシャローフェイスでフルチタンっていうクラブがやっぱり一番今優しいんですよね。なのでこういうクラブを使ってあげた方がいいです。あとはボールなんですけども、ボールグローブスパイクっていうのはその出してるメーカーで一番いいやつがやっぱ一番いいんですよ。それなりに結果出ます。ダース3000円とかダース2000円とかだとご褒美が来ないんですよ。ナイスショット出た時にそれなりの結果っていうのが出ないので、必ずボールグローブスパイクっていうのはいいやつ買った方がいいです。ちょこっとあるかもしれないですけど、はい。であと先ほど今ボールって言いましたけども、カラーボールと真っ白なボールで、こういうパールが入ってるボールは一応同じメーカーでも塗料分その真っ白よりも硬いんですよ。黄色オレンジあとはパールが入ってるものって真っ白のボールよりもちょっと硬いです。なので例えばスレクソンでいうと XV と Z スターの間が欲しいんだよ。まあ今ダイヤっていうのが間が出たんでいいんですけども、例えば V1 と V1X だったら V1 のカラーボール使えばなんとなくその間に近いんですよね、はい、なのでカラーボールっていうのはカラー塗料分ちょっと硬いです。硬くなってるんで、多分それメーカーの人は言わないんですよ。混乱させるんで言わないんですけども、データ上硬いデータが出てる、あとはプロなんかでも打った本人がちょっと硬いなっていう印象がある方がやっぱ多いので、カラーが入ってると塗料分ちょっと硬い感じですね。あとはそのクラブなんかで言うと、こう構えてこう見た時にここがギュンって痩せてるクラブがあるんですよ。こうやって斜めに用なし型っていうんですかね、そういうクラブはやっぱりちょっと難しいです。こう今これゼクシオなんですけども、ゼクシオってこうやってこっちとこっちが同じ肉厚でまあ均等に丸いですよね。これまあゼクシオじゃなくても他のメーカーでもやっぱりこう均等に丸いクラブの方が難易度は低いんですよね。優しいクラブなので、できればそういういびつな形してるクラブって何かに特化してるだけなんで、それが自分に合う合わないっていうのがすごいはっきりしちゃうんですよ。
なんでなかなか三角っていう点数が出づらいので、できれば自分に合ったクラブを見つけた方がいいんですけども、いやそれよりも、まあ、中間のクラブ、なんとなく当たるクラブ欲しいよっていうんだったら、できれば丸顔を選んであげた方がいいです、はい、あんまりこうディープフェイス、フェイス圧がすごい高くて、こうやってフェイスが厚くて、こうこっちがこう痩せてて、こう用なし型っていうのはすごい難しいクラブが多いですね。なんでそういうクラブは打って試打していただいて、良ければ買ってもいいですけども、使いたいからだけだとちょっとおすすめはしないですね、はい、あと何かあります？どうぞどうぞ、はい、はい、シャフト、はい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 、ですね、一番その判断基準としてはヘッドスピードなんですよ。はい、ヘッドスピードちなみに どれぐらいか測ったことあります？できれば、まあ、ショップとか行くと簡単に測ってくれるんで、なんとなくの自分のヘッドスピードっていうのを知っとくだけで、例えばドライバーからサンドウェッジまでのクラブセッティングってできやすくなるんですよ。なのでそのヘッドスピードを知ドライバーだけでいいです。ドライバーのヘッドスピードだけ知っとくと、そのヘッドスピードに合ったスペックっていうのがなんとなくこうバーってお店の人も出してくれるんで、それは知っといた方がいいポイントがまず一つと、あとそのそれは一応基準としてなんで、やっぱり試打して硬いのが好きな人と柔らかくてしなるのが好きな人っているんですよ。なのでそれはご本人のフィーリングが一番大事です。なんて言っても一応その先ほど言いました基準としてはヘッドスピードで選ぶんですけども、いやでもこれいいって言われてもやっぱりこっちの方がいいっていう人多いんですよ。でその方が本当にいいことの方が多いので、やっぱり人の意見よりも自分の感じたものですね、フィーリングを第一に考えていただいた方がいいです。はい、ただ飛距離は柔らかい方が飛びます。絶対に柔らかい方が飛びます。はい、ただ硬いと曲がらないんです。柔らかいと飛ぶんです。さあどっちを取るかですよね。そうなんでしなった方が絶対飛距離は出るんですよ。それはもう誰でもそうなので、硬ければ硬いほどそのクラブが暴れないので、コントロール性はいいんですけども飛距離っていうのは出ないです。やっぱしなりを使った方が飛距離は出ます。はい、だから女性なんかで、まあ一番まあ中間層としては L シャフトですね。 L シャフトで例えば、もうちょっとヘッドスピードがあるよっていう方は男性の R なんか使う方も結構いらっしゃるんで、そういう場合はその総重量クラブの重量自体も重くなっちゃうので、女性の R よりも、なので重い方が好きだよっていう方はそちらを選んでいただいて、重量は嫌だけども硬さは欲しいっていう方は女性レディースの A シャフトとか使ってあげた方がいいですよね。はい、あとは今あんまり話題になってないですけど、長さ、長ければ長いほど要は飛ぶみたいなことがあったと思うんですけど、長さは正直関係ないですよ。一番重要なのはミート率なので、長ければ長いほど飛ぶってわけじゃないんですよ、はい、ミート率が高ければ高いほど飛距離が出るので、ミート率が一番高いのは短いクラブなんですよ、はい、なのでまあ、男性なんかでいうと 44.5 から45インチまでぐらいが、まあ、一番結果的に飛距離が出るんですよね。女性なんかだと44インチから 44.5 インチぐらいまでが一番飛距離が出しやすいので、要は振り切れるかどうかなんですよね。使いこなせるかどうかが重要なので、長いとそれなりに振る時間もかかるんで、そこまで自分がタイミングを待てるかどうかっていうのも大事になってくるんですね。なのでそういう振り方に合ったクラブの長さをもちろん選ぶのも大事なんですけども、単純に短い方がミート率はいいので飛距離は出ます。はい、なんで長いと、まあ、今規定が今年から変わって46インチまでになったんですけど、それでも46って長いので、多分女性の平均的なパワーからすると46インチ振り切れる人って多分数えるぐらいしかいないんですよ。それぐらい難しいクラブなので、できれば44インチとか 44.5 の方が打ちやすいですよね。はい、
なんで短いクラブを試打してみるだけで全然ミート率が違うって多分はっきり分かると思うんで、それは試していただきたいポイントですね。はい、 あと何かありますか。フェアウェイウッドで、はい、上げるのはどういう感じですか。フェアウェイウッドはあんまりこう高さが出ないんですけど、はい、高さを出すには、フェアウェイウッド、なるほど。あのですね、フェアウェイウッドで上がらないイコール多分ちょっと上げにいってる部分もあると思うんですよ。そういう時に気をつけたいポイントっていうのは、構えて上げに行く時ってインサイドからアウトに振るんですよ。そうするとクラブってこうやって最初からもうフェースが上向いて動くんで、ボールがここに当たるんですよ。トップする低い球が出るんで、低いこうバーって右に低い球が出ちゃうので、そういう球が出ないようにもちろんしなきゃいけないんですけども、ヘアウェイウッドのボールの位置も大事なんですね。ボールの位置はアイアンと一緒なんですよ。ヘアウェイウッドの位置をこうやってずらしちゃう方もいらっしゃると思うんですけども、アイアンと同じ位置なんでこれぐらいの位置なんですよね。3番ウッドですか、4番ウッドですか。全体的に5番、はい、5番ウッドだったら本当に9番アイアンぐらいと一緒ですよね。これぐらい、これぐらいの位置でフェースの向きをターゲットに必ず向いてあげることが大事なんですよ。この位置に構えられてボールを上げないで上から打てるようになってくると、ボールっていうのはポンと上がるんですね。ボールとクラブの関係って、こうクラブをやっぱり下から上に打つとボールって上がらないんですよ。上から下に動かす方がボールっていうのは上がっていくので、上がんないイメージが先に出ちゃうとどうしても上げに行っちゃうんですけども、できれば練習なんかでは最初低いティーアップをして、フェアウェイウッドでも上げられるっていうイメージを頭に植え込むことも大事なんですよ。なんでサンドウェッジからドライバーまで全部ティーアップで練習するプロも多いんですよね。なんでそういう練習方法なんかもあるんで、できればその無理にマットの上から置いて打つんではなくて、ティーアップをして上げられる状況をまず作ってあげることが大事ですよね。それで打つ練習も大事なんで、で構えてあげて、ボールの位置とあとはボールとの距離も大事なんですよ。近いと詰まるんでボールを上げられないですよね。ボール上げるにはやっぱ遠いところをこうやって通過しないとクラブが前さばきできないので、ボールっていうのは上がっていかないですね。なのでできればそのグリップエンドからベルトのバックルまでが拳2個半ぐらい、これぐらい離れて構えてあげられるぐらいがちょうどいいので、それぐらいの距離で構えられてるかっていうことと、ボールの位置が左かかとよりも3個内側ぐらいにちゃんと入ってるかどうかっていうのが大事になってきます。なのでそのポイントを2つやるだけでもヘアウェイウッドの印象ってガラッと変わるんで、あとポイントとしてはヘアウェイウッドはちょっとかぶせるんですよ。それがポイントなんで、まっすぐドンって構えると意外とヘアウェイウッドって難しいんで、球を拾ってあげたいのでちょっとかぶせてボールを囲ってあげる状況を作ってあげることが大事ですね。なんでそのまあヘベースの向きも入れると3点、その3ポイントをちょっと練習場なんかでやっていただくとだいぶ変わってくると思います。ちょっとやってみてください。はい、大丈夫ですか。アドバイスぐらいですね。はい、最後の質問です。何かあります？どうぞ。はい、ボールをですね、はい、最近ボールの話に出たんですけども、はい、今ハイブリッドのプロ V1 を使ってるんですよ。はい、あのスティックスの Z スターズどちらがいいんですか？10-0 で Z スターですね。はい、タイトリストの V1 を潰せるアマチュアは多分いないです。はい、なんでタイトリストのボールを使いこなせる人がいないんですよ。物はいいんです、物はいいんですけど、それを自分のものとして使いこなせるかどうか、これお世辞言ってもしょうがないんで言いますけど、 V1 はめちゃくちゃ硬いんですよ。ボールって潰れて初めてボールの性能って出てくるんですけど、そのあの V1 の硬さを潰せるヘッドスピードを持ってる人は多分いないです。はい、プロぐらい。はい、でヘッドスピードが47-8以上ですね。でその V1X と V1 ってあるじゃないですか。 V1 の方で45-6ぐらいです、ヘッドスピードで。 V1X で47-8以上で初めてその V1 っていう効果が得られるんで、それだったらブリヂストンのツアー BXS っていうやつですね、
それとスリクソンの Z スター、この2つがめちゃくちゃおすすめなんで、いいボールです本当に。なんでそのボールはスピンも入りますし飛距離も結構出るんですよ。なんでそういうボールはめちゃくちゃいいです。その2つはその何ですか、硬さも柔らかいんでこうちゃんと潰れてくれるんですよ。なんでアプローチも止まりますし、そのドライバーの飛距離っていうのも出てくるんですね、はい、あとはそのもちろんウェッジ、使ってるウェッジとかドライバーにもよるんですけども、ボールがやっぱ硬すぎるとドロップしちゃうんですよね。こうピュンって下がっちゃうんで、そうすると飛距離ってもちろん出なくなっちゃうんですよ。例えば越えたいバンカーがあったりしたらどうしてもその手前に落ちちゃったりするんで、それがやっぱり潰れるとないんですよ。ちゃんと吹け上がってくれるんで、やっぱちょっとこうめくれるぐらいがいいですよボールって、はい、やっぱ こういう球っていうのは結果的にいいっていうだけで、それを最初から狙うとドロップしちゃうんですよ。そうすると飛距離が自然と落ちちゃうんで、できればこう少しこうめくれるような球が出るボール、柔らかいボールを使ってあげた方がいいと思います。はい、では時間ですかね。僕ですか。僕は大丈夫です、はい、いや本当にいろいろとお話しいただきありがとうございました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。本日は皆様こんな天気があまり良くない中ですね、お越しいただきましてありがとうございました。平井さんにつきましてはですね、今後ますますの活躍を期待いたしております。ありがとうございます。トーナメントプロ平井博明プロでした。皆様今一度どうもありがとうございました。お願いいたします。ありがとうございました。